どうぞ。中島敏恵50歳です。前職は職人や居酒屋の店員として働いておりました。応募したきっかけはもっとコツコツと頑張れる仕事がつきたいと思い応募しました。軽貨物の仕事は自分がやればやるだけ結果につながるということで選びました。おもてなし便を選んだ理由は数をこなせばいいというだけの配達じゃなく、もっと自分に合った仕事ができるんじゃないかと思い選びました。実際やってみてそんなに典型なイメージはないと思いました。ありがとうございます。